はい、こんにちは。23回目です。これまでの説明で、マンドリンの弾き方については一通り説明したと思うんですけど、ここから先はもう各自いろいろやりたい曲とかもあるし、好きにやってもうたら結構です。このオデルの本ね、これ案外もこんなん知らんとか持ってないわとか言う人多いんですけど、ぜひね買ってくださいね。売ってなかったらどっかネットにもあると思いますので、この一番後ろの技巧練習を少し詳しくやりたいと思いますので、弾ける速さでいってくださいね。いきなりスピードを上げなくてもいいので、間違えずに通る速さで練習しましょう。できればダウンアップがいいと思います。まず1番です。4つ一塊なので、できるだけ最初の音をね、こうタタ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 揃えていきますね。すぐ離すとこうなってまうので、すぐ左手を離さないようできるだけ伸ばします。でここで小指ずらしてくださいね。でこの時にドシラソも指こうセットしといて、そのまま降りていきますね。でここでずらしましょう。ことです。最初の音を少しねしっかり、短くならないようにしっかり押さえますね。ここでずらしてもらったら結構です。でこの時に、こうね、ドシラソ指セットしといて、ここでずらしてください。3番です。これで1つね。で、これで1つ、これで1つ、今度は下から登ります。はい、で、オクターブ下で同じことですね。っていう風に、楽譜がどうなっとうかいうのを気をつけながら弾きますね。こういう感じです。4番はもうただの登って降りてなので、まあ、目をよく見開いてね。どっちでもいいです。5番、フラットですね。次ここ頭しっかりね、次も同じ形で並びますね。こうThank you.
です。届きにくかったらドレミソで1の指ね、ソで1の指持ってきてこう置いてください。でそのまま降りてきてここでずらす。はい、7番ちょっと難しいです。8番は、八丁調やね、あの三拍子ですね、同じことです。まあこうかな、ここでずらして、この場合歯がシャープなので、これでもこれもいいかなと思いますね。こう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 ね、どっちでもいいと思います。これでもいいし、ここね歯がシャープやからすぐ隣なんでね。9番はどっちでもいいですわ。これでいいです。10番。で同じことです。あ、ちゃうね。今度降りていきます。で同じ形。オクターブ下がって同じ形。音符がどう並んでるかをよく気をつけてください。11番小指の練習です。人差し指を置いたままね、こうね、でこう離すのが早いと絶対こうなるので、こう十分伸ばしてくださいね。ゆっくりでいいので小指をね押さえる練習やと思ってやってください。12番です。またはこっちでもいいけどね、こっちだとちょっとこう距離があるからね、これよりかはこっちの方がまあ楽かなと思います。いろいろねやり方ありますね。そのままこの第2ポジションのまま弾くやり方もあるし、小指をずらして戻してでもいいし、こう人差し指で下ろしてまたこう上がってでもいいし、
何でもいいですよ。先につながりますので、そうなところは残しながら、はい、17番、
は音止めるんでしょうね。こうで開放弦の時は手で止めて、押さえてる時はあの力を抜くと音が切れますので。きっちりパッ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 っていうのがねきっちり鳴らしてくださいね。あのなんかこうならないようにタッタタてくださいね。タタ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 タ、まあ場合によったらタタタタタタがあってもいいと思いますので、基本的に音符の形を見て3個ずつなとな思ったら3個ずつね弾いてくださいね。こういうのはもう流していいと思います。でまた3個ずつどっちでもいいですけどね。で次はもう明らかに3個ずつね。もうどうに行くことが分かっといたらもうラーで2の指ね、あの置いて持ってきてくださいね。綺麗に揃えますね。こうあのこうならないようにタタタタタタタ同じ長さ。転調してますね。単調。なんかちょっとしたメロディーになってるのでね、やってて面白いと思いますけど、あのなんか音階的な順番に登るやつは面白ないですね。23番です。あのアクセント強く弾くというよりかは、まあ、長く押さえるっていう感じね。あのこうならないように、あんまりこっちもね、あんまりって線でいいので、あの左手をなんというかね、長く押さえる、長く押し込む感じね。あ、どっちでもいいです。倒してもいいし。
置いたまま指変えてもいいし、あのパッと指変えてもいいし、まあ何でもいいです。こっちでもいいです、こっちでもいいし、こっちでもいいし、まあ、あのどっちにしろ中指を置いたままいける指でいてくださいね。3連符にならんようにね、こうパーパーこうなるとなんか3連符っぽくなる。それから長い音符を長く押さえてくださいね。すぐ離してしまうとこうなってしまうので、長い音符をしっかり、曲なんか絶対ないですので、あの何のためにこんなことをやっとうか言うたら、あの長い音符をあのすぐ離さないための練習ですね。だから本当はあの16分音符というかね、こうたたっていきたいんですけど、いきなりこれすると難しいので、あのひとまず譜点にして16譜点にして2個ずつね、こう映る練習をやってるんだと思います。あのこんな初めから終わりまで16部で跳ねる曲はありませんので、あのね、楽譜の何を目的にしてるのかをね、よく考えて練習しましょう。最後25番です、登って降りて登って降りて、あの登り降りのごとに、調が変わりますので気をつけてくださいと。調調こいつも見間違うねんけど、ドレミファソラシドシね、ヘチョウチョウファから、シがなおってハチョウチョウ、ファがシャープでトチョウチョウ、ドがシャープ増えて長長、ソーもシャープが増えます。イ長長ね。ソーがなお、ソーがなおって二長長。ドも外れます。ト長長。ファがなお。ハチョウチョウ、フラットです。ヘチョウチョウね、ここからヘチョウチョウ、シが外れ元に戻ってハチョウチョウということですね。あの最後はあのトチョウチョウで終わってほしかったですけどね、トチョウチョウで始まってトチョウチョウで終わってほしかったですけどね。はい、まあそういう練習ですね。まあこの前に乗ってるやつもね、まあ、あのやってもらったらいいと思います。
ただ一曲一曲がちょっと短いんですよね。練習になると思いますけどね、弾けるようになってもたらそれでいいと思います。どこをトレモロしてどこをピッキングで弾くかいうことね、この本はあれなんよな、スラーはトレモロ、スラーが出てきたらトレモロでせーって書いとんですけど、それは嘘ですので、どこをトレモロでするかっていうのはもう各自で決めてもらったらいいことだと思います。こういう線で書いてるやつもありますね、楽譜によったらね、どこだからスラーがついてても弾きダウンアップで弾くこともあるし、いろいろですわ。それは各自その都度いうことですよね。なのでこのスラーの付け方なんかがちょっとおかしいとこがあるのでね、なんとも使いづらいんですけど、ここやな、この真ん中の、なんかこのピックの使い方とかいうコーナーがね、なんかね、こんなんとかね、ソラシソラシドラやねんけど、ソだけダウンでいて、ラシソはトレモロして、でまた変なつなぎ方してまたダウンできてね、こんなんやらない方がいいですので、どこをトレモロどこをピッキングで弾くかっていうのを自分で、よく考えて、でスラーの付き方もだからちょっとね怪しいところがあるので、どこからどこまでが一フレどこど、どういうフレーズなんかないう音の形もね自分でしっかり読めるようになったらねいいんじゃないかと思います。いずれにしてもその一曲一曲がねちょっとね短いので少し物足りんのちゃうかなと思うんですけど、時間のある人はねやったら練習になると思います。頑張ってください。ありがとうございます。